どう思ってんのかなと思って聞いてみたんですけど、ちょうどディズニーの英語システムを買ってから2年が経ちました。実際に買ってよかったかなって思うと、買ってよかったと。でそれを先日他の方はどう思ってるのかなと思って聞いてみたんですけど、買ってよかったって思っている人の気持ちをせっかくなのでシェアしたいなと思って、ちょっとこういう形の動画も撮ってみようと思いました。よろしくお願いします。コメントをいただいた方本当にありがとうございました。とっても感謝しています。どのぐらい使っているかによって結構満足度って違うんだなと思って、うちは初めて3ヶ月なのでまだ何とも言えませんが、今のところは良かったと思います。ディズニーのキャラクターは街中でたくさん見かけるので英語の世界を広げやすい感じがします。子供がどうしてもディズニー嫌い、大嫌いです。あのミッキーが本当に嫌いです。なかなかないと思うので、もうその通りって。うちはまだ6ヶ月なので買って英語が身につくかとかはわからないけど、毎日楽しそうに見てる姿とか、それだけでも良かったなって思います。確かにディズニーの英語システムがあることで毎日これをやろっかってコミュニケーション取れていいですよね。子供とのコミュニケーションになるんですよね。公園に行こう、家で本読もう、パズルしよう、お人形で遊ぼう、今日何しようかな、何してあげようかなとか考えるの結構大変だと思うんですけど、このセットの中で、ちょっとこのカードで、あー遊ぼうって、今日この本読もうって、もうやることがいっぱいあるので困らないっていうのは確かに、子供を授かる前からもともと子供が苦手だった私にとって育児というのはお世話より向き合い方が大変でした。そんな時ディズニーの英語システムに出会い、一緒に遊ぶことができて本当に充実した毎日を過ごせています。私も割と子供と遊ぶっていうことが得意ではないまま母親っていうものになってしまったので、どうやって遊んだらいいのかなっていうのは、今は子供との時間を楽しむものとして買ってよかったと私も思っています。私が買ってよかったなって思っている理由は3つあります。で、1つが育児の軸になった。私が買ったのは上の子が3歳の時なので、なんか英語を身につけてもらおうとか全く思ってなかったんですけど、ずっと仕事をしていてこれでいいのかなってずっと思っていて、何かの理由で自分がいなくなってしまったとか考えた時に、母親業のこう花形的な料理とかお裁縫とか、なんか苦手というかできなかったので、後ろめたさみたいなものもあったりして、こんなご飯でいいのかなと探していた子供に残してあげられるもの、時間になったらいいなと思いました。自分自身が英語が好きだったっていうこともあって、あ、これだったら一緒にできるし、この時間がゆくゆく息子の力の一つになればそれはもう言うことなしなのですが、あまり期待しすぎず、あ、このフレーズなんか遊んでた時に使ってたなとか、あ、こういうことやったなって、楽しかったなって思える時間とかになったらいいなと。2つ目が、小さい目標に向かって一緒にやって達成してっていうことを積み重ねていくのを、子供が小さい時に親子で一緒に経験できるっていうのはすごくいいなって思いました。ちょっと頑張ればシールがもらえてとか、頑張れば帽子がもらえて、親子の達成感がすごく大きかったので、充実する濃い時間でいいなって思いました。ブルーキャップもらう時点ぐらいで私はかなり達成感に包まれていて、もう満足して、3つ目はもうこれは完全に個人的な理由なんですけど、私がもともと外国の人とのコミュニケーションとか海外旅行とか英語を通して広がる世界が好きだったので、あの昭和の文法英語教育世代なので、そういうのではない覚え方で英語を学んでいくわけですよね。このディズニーの英語システムって母国語方式と言われるもので、あの赤ちゃんが日本語を覚えるのと同じように母国語方式で覚える英語の習得方法に興味があって、例えばですね、あのクララベルが、背泳ぎをするっていうのがあると思います。背泳ぎっていうと、どんな単語だったかなとか思い返したりして、ね、まあ、バックストロークっていう単語があると思うんですけど、このディズニーの英語システムで出てきた表現は、Swimming on her back on her back backstroke っていう単語じゃなくて on her back でいいんだとか、新しい視点で英語を学ぶことができる、好奇心を満たしてくれる、買ってよかったな、学べることがあるなって思ってます。うちは購入して3年弱になりますが、
もうディズニーの英語システムのない生活、育児は考えられません。子供がまだ喋らない時は不安もありましたが、アウトプットが始まると感動の連続です。こうやって3年くらい続けてらっしゃる方は、口から自然に出てくるアウトプットの時期を迎えてくるんですよね。それを発見するのがすっごい嬉しくて楽しいんだと思います。最近は先生たちのことが大好きみたいで、イベントやテレフォンイングリッシュは積極的になってきました。いつも行ってるイベントのネイティブの先生に好きになったりとかしていくので、子供がやりたいって言ってくれるとすごい嬉しいですよね。子供との時間に残せるもの、この教材を使って子供のために何かやってあげられているというところで、私自身の育児の自信にもつながっているような気がします。また私は全く英語ができません。それでもこのプログラムに沿っていけば、それなりに子供も英語ができるようになっている。そんな英語のできない親でも楽しめていけるディズニーの英語システムをやっていることがきっかけで、私自身の育児の幅も広がったし、3人の子供それぞれの個性も英語を通じて発見できた部分もあります。本当に面白いです。ここら辺に来るともう効果を感じられているので、満足しているっていうのももちろんあると思います。英語ペラペラに話しているような子供たちのお母さんとかお父さん、全然私英語できませんみたいな人の方が案外多くって、丁寧にこういう風に言ったらいいよっていうガイド本みたいなのもついてたりするので、買って2年です。で、別に子供が英語がペラペラかって言われたら、動画を見ていただくと分かると思うんですけど、ペラペラでは全然全くないです。それでも普通にちゃんと使ってれば満足しています。英語の歌が歌える、外国の人と触れ合うっていうことに対する抵抗もなくなって、少しずつですけど自分で伝えたいこともすっごい簡単な文章レベルで言えるようにはなってきてるので、効果ももちろん感じてますし、別になんかペラペラだけが全てではない、もちろんペラペラになったらいいんですけど、こうペラペラだけじゃなく、ちっちゃい体験だけでも十分になんか満足できるので、全然2年でもしっかり使えば満足できるし、ペラペラじゃないけど満足できています。協力してくださった皆さん、どうもありがとうございました。コメントの動画良かったという場合はぜひいいねボタンを押してください。